せいちゃんさんからいただきました。自分の繊細な部分は英語が苦手なのもあるのですが、外国の方から話しかけられた時、うん、固まってしまい何も言葉が出てこないことです。よくあるよくあるわけで、まあ、外国人に話しかけられたらどうやって切り抜けるか、ああ、どう教えていただきたい、ね、俺も結構よくあるんですよ。なんで？あの、なんか知らないんだけど、あの欧米の方には一切話しかけられないのに、はい、あのアジア人の方にはよく道を聞かれるのね。うーん、だから大体俺英語で喋ろうと思っても英語喋れないから、はい、大体道聞かれたら、はい、フォローミーっつって現地まで連れて行く。かっこいい。かっこいい。大体今まで過去3度4度ぐらい連れてったけど、確かにそれはいいことだね、うん、でもああいうのってさ困るのが、うん、英語でろくに使えないからどうやってやるかっていうと、はい、擬音が増えるね。へぇー。ゴスレッツ、ドゥーン、ライツ。ドゥーン、ライツ。ドゥーン、ズーン、歩くことをドゥーンって言うの。だからよくわかんない擬音が増えるの。へぇー。ゴスレッツ、ドゥーン、ライツ。ライツ。なんか大阪のおちゃんが、あそこビャーって言って、ビャーってガーって、ビャーみたいな。そんな感じ、そんな感じ。でもそう、英語喋れないのに、あの、外国の方から声かけられたら、別に対策なんてないよね。ないね。うん。うん、もうだから、Don't speak Japanese じゃない。English って言うしかないよね。ないね。うん。あとはもうジェスチャー。ああ。でもなんか道聞かれてるのかどうかすら分かんない時あるじゃないですか。地図とか持ってなかった場合。うん。何言われてるか分かんない時とか。うん。どうすりゃいいの？え？ああ。なるほど。ジェスチャーの笑いでごまかす。じゃあ案内はしないってことですね。泣きそうになったらどうする？ジャパニーズ。I'm Japanese. いいな。ちょっとさ、ジャパニーズ。アメちゃんくれるかもしれない。あ、もうこの人に聞かないとこって思う。うん、ごめんね、ごめんね、ジャパニーズだから、みたいな。日本語混ぜながら。ジャパニーズだから。もう。僕、じゃあ、それ、それでいきましょう。それでいきましょう。